ちょっとね、今日の飯はゴージャスなんで、自慢がてらに動画を回してみた。これ今お湯沸かしてるのが飲料水用。これね、これこれで火がこうメラメラと、でこれがまあこうやってあのね、直火でやんないとね、こうやってジュージュー言わないの。だからね、こうやって焼いてる。こっちのね、これはあの、わお、こんな具合にウインナーを茹でてるだけで、これも温まんないんで、なかなかこんな感じで火の中に入れちゃってます。そうするとブク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 言うわけです。で本日のメインディッシュ、デレッテ水、これ昨日沸かしたやつで、ポテトとハムと玉ねぎとニンニクとパン、こんな感じ。どうよ、一人旅にしたってみすぼらしくないでしょ。結構料理はね、別に好きじゃないけど嫌いじゃないからね。でも自分で料理すると途中で腹いっぱいになっちゃうんでね。つうか雨降ってきた。うん、うまいぜ。つかね、このハムがね、サラミなんだけどね、生で食うとしょっぺーのよ。これを食うわけさ。うまい、うまいよ。で、主食、魚は消えませんけどね、これが火だくそだから。まあ魚は釣れませんが、まあ明日明後日ぐらいには1匹ぐらい釣れるねと勝手に思っていたり思っていなかったり。とりあえずね、ほんとかかんねえんだよね。同じようなことやってんだけどさ、なかなかいいでしょ、ファイヤー。つうかね、これね、マジうまい。玉ねぎ、玉ねぎはね、あのかなり日持ちもするんでとってもいいです。腐ったところは切っちゃえばいいし。とっても素晴らしい。で、じゃがいもはあのアルミホイルにくるんで木の中ぶっ込んどけば勝手にできるんで、これまた便利。ニンニクはまあ今みたいに焼いたり、あとは気合い入れるために生で食ったりと大活躍。2個で100円、ん ?1 ドルです。お得でしょ?日本の物価わかんねえけど。いやーこれハムしょっぱかったけど、玉ねぎと一緒にすると超うめえ。マジで。ここは、クルクドクリークキャンプグラウンド。1泊10ドル。で、1日、日中だけ車を止める場合は5ドルです。こんな感じで、いろんな、車が止まってます。あっちはね、RV パークっつって、ちょっと贅沢な人が。ロッジとか借りてるみたい。
こんなとこかな。外で食う飯はうまいぜ。あのね、水ほんと平気、煮れば腹痛くなったりとかはない。一回ねちょっと緩くなったけど、そんなね痛い痛いとかねそんなんない。別に平気、どうということはないね。いや、魚に関してはどうということはあってほしいんだけどさ、釣れねえんだもんね。といった具合で動画終了、自慢タイムでした。火の起こし方もね慣れてきた。ではでは。